皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はこれです。シンククリアリー、これ確か Facebook かなんかでですね、仲間が上げてんのを見て、あ、これ面白そうと思って購入しました。まあ書いてある通りですね、まあ私が好き系な本ではあるので、楽しみです。はい、まあ、全然手つけてない本なんですけども、これから30分かけて読んでいきます。はい、いきます。はい、ではですね、時間早いんですけども、読み終わったので紹介に移ります。はい、今日ご紹介する本はこれです。シンククリアリーです。この本をね、一言で表すと、メンタリスト DAIGO さんの本です。はい、ですね、この52、まあ、52って書いてあるんですけども、まあ、52の考え方っていうのがバーって書いてあって、そのどれも一つ一つがですね、まあ、大体7ページから8ページぐらいにわたって解説があるんですけども、それについてですね、学術的裏付けがあるんですね。で、巻末に付録として、この書で話したことはこういう本からとか論文どこから持ってきましたっていうのが書いてあって、それがですね、ご存知の方も多いと思うんですけど、 YouTube で配信されている DAIGO さんの動画を、見ているような気になります。ああなるほどねって、こういう主張がありますと、でこうした方がいいよ、それなぜならばこうこうこうだからねっていうのが、まあ、52あって、もうこの中で、まあ、DAIGO さんが話しているような感じになる本です。はい、で内容もですね、すごい面白くてですね、例えば年収いくらあれば幸せなのかとか、お金よりもストレスを節約しましょうとか、あと2番目の人格を作りましょうとかっていうですね、すごいリアルな部分ですね。こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうよりは、こういうふうにやってる人いるんだよねとか、こういう時あるんだよねっていうふうな情報を提供してくれる、そのもうそれこそファクトの部分がバーッと取り付けられているので、あとはこちらで選ぶだけ、要はそっち行きたいであれば行きたいっていう方を自分で選べばいいし、やなるほどやっぱり自分が思ってたのと違って、やっぱこういうもんだよねとか、やっぱり他の人が言ってることの方がおかしかったじゃんみたいなこともあると思います。うん、ただそのなんだろうな、自分の中のどういうふうな物差しを作っていくかっていう上で、この本を読んでいくっていうのはすごい大事かなっていうふうに思ってます。で特にその欲求と意義のバランス、楽しいこともやりたいし、ちゃんとしたこともやりたいよねと、どっちも大事だよね、バランス大事だよねっていうところが、すごいこの本の素晴らしさを一回止めます。素晴らしさを伝えてる文だなっていうふうに思っておりますので、ぜひですね、これを読んでいただきたいと思います。はい、今いつものように Amazon の方にのリアマゾンのリンク貼っておきますので、ぜひですね、ご参考になっていただきたいですし、これは読んでほしい。またそうですね、読書会とかもやってみたらいいんじゃないかなと思うし、書き方としてね、前にもこれ紹介したんですけど、このはい、これと同じようだった感じなんですよね。うん、なのでこちらの本が面白いなって思った方であれば、こちらを読んでいただきたいですし、こっち見て面白いなって思ったら、こちらも読んでいただきたいなというふうに思います。ので、どちらもリンク貼っておきますので、ぜひ参考になさっていただければと思っております。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひ、ですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。